欧米の専門家はロシア軍が作戦立案の段階でミスを犯したとの見方で一致する一つは兵力を分散したことそうだよね戦争って、まあ、傭兵の要は集中と突破なんですよこれは石原幹事の手法ですよねどんなに力が強くても分散したらこれダメですねやっぱこう集中して集中して一点突破なんですね点点ととを結んで線とし 気づいたら面になってるというねそうそう2正面は近畿って話書いてる人いますよねロシア軍ってほんと下手くそなの2正面どころか3正面4正面やっちゃったわけですよこれは米軍が総力でやるんだったらともかく鼻から大した実,実力のないロシア軍が4正面やったらどうなりますい 箇所集中でドーンとやればね何らかの成果が出たかもしれない4分割5分割ですからねこれはですねよほどの力がなななければでできないやり方なんですよ普通ね戦争する時って自分の力は過小評価するのが賢い見方です敵の戦力は過大評価する自分たちの実力は過小評価するそれが外れたら外れたで全部ラッキーな話だからそういうねちょっと不利な条件でそれでもどう勝つかを 考えななきゃいけないけこれが傭兵の鉄則なんですねところがロシアは自分たちの力を過大評価して相手を過小評価してるわけでしょマジで歓迎されると思ってんですよよく来てくれたって市民住民軍人がみんな歓迎して受け入れるって本気で信じてんだから外れたらどうすんだって話ですよねだから悪い方悪い方にイメージしてそれでも勝つ戦略を練られるかどうかですよこんな困ったことが起きたらどうするこんなへんちょこりんなことが起きたらどうするここで裏切られたらどうする それでもこうしてこうしてこうしてそれでも勝つこれが損失ですよ。兵法書損失ですよねとにかくあらゆるシミュレーションするどんな不りでもそれでも勝てるってなって たたらららやってごらんととそし必ず勝つとね自分のことも知らない相手のことも知らないでよく分かんないでやったらただの爆死ですよそれはそれは100回やったら100回とも負けるって損し述べてますよねなんでそんな自分を過大評価して相手を過小評価する。それ読み違ったらどうすんのって話ですよねプロの軍人から見たら「バカすぎる人」って話だよ本当に国評です国評ね はい。武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。